教会のメロディーの著者、そしてドラマ CD ではナレーションを担当しましたキスマイフット2の宮田俊也です。ドラマ CD で鶴巻京介を演じました伊藤健人です。ドラマ CD で天野海を演じましたスノーマンの佐久間大輔です。イエーイ、ご協力ありがとうございます。いやこちらこそありがとうございます。素敵な作品に関われて嬉しいです。本当にこんな日が来るなんてね。いや本当ですよね。僕的にはイメージしていた京介と海、はい、もう本当にそこにいて、なんか本当にイメージ通りでやっぱ2人ともすげえなって思いながら、ありがとうございます。そんなそんな言ってくれ、よく言うんですよ、原作の先生はみんな。いやそうなんだ。もう本当にもう原作者ですからね。でも本当嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、こういろんなプロジェクトで動きたいなっていうのもあって、なんかこのね、あのライトノベルで終わりにしたくないっていうのもあるので、なんかこれからいろいろあるかもしれないです、ね、楽しみです。楽しみにして、はい、どうですか、まずだって、僕と佐久間と、そうですよ、まあ、もちろんもう2人のことはもう知っていましたし、お仕事もしたことあるし、その我々声優的にもこっちにリスペクトを持ってくれているすごい2人だっていうのは僕は分かっていたんで、その逆に頑張ってついていこうって思いました。いややっぱもうたくさん引っ張っていただいて、パフォーマンスとか、もうあとはもの本当にね、キャラ的にも僕の方がどちらかというとダウナーというか塞ぎ込んでいる状態で、こっちはもう最初からカラッとしてるんで、その海くんにどんどんテンションが引っ張られていくっていうのが、一緒に撮りながら、もう身をもって感じながらキャラクター同様やれたので、それがすごい楽しかったです。いや、もう佐久間は伊藤くんと、いや僕と相手、この宮田君からまずお話を聞いて、あ、そうなんで、ぜひやらせてくださいってなって、相手誰なんですかって、伊藤健人君だよって言われて、みたいな。伊藤健人君来んのみたいなって。いや、だからもう、やっぱりもう僕の場合は、その、また声優経験も そこまでないので、やっぱりこう、自分なりにどれだけ表現できるかなっていうのと、まあやっぱりその、伊藤君がすごい引っ張っていただいて、鍛えてもらったので、僕は本当に引っ張った気が1ミリもしない。本当に大変助かりました。なんかこう京介としてすごいやっぱちゃんといてくれたので、僕もこう会になるべく近づけられたんじゃないかなと、はい、思っております。いや嬉しいわ。シンプルに楽しかったです。いや楽しかったですよ、それが一番良かった。一緒にやれて芝居できて楽しかったですね。よかった、鉄板で聞かれる質問ですよね、確かに。何の芝居しても絶対聞かれる、絶対聞かれますよね。なんで聞いてもいいですか。はい、鉄板なんですけど、僕は京介ですね、やっぱりね。なるほど。そうで、こう別にその、エネルギーをもともと持っていないわけではない、まあクールですけど、ちゃんと自分からのパワーも持ってるし、エネルギーを持ちながらも、やっぱり貝みたいな人がいるとすごい楽なんですよって気持ちはすごいわかる。で、結構だからなんだろう、根がいいんじゃないから、めちゃくちゃ来られても嫌じゃないですよね、最初から。っていうのを見た時に、あ、確かにめちゃくちゃわかるってところが、僕の最初のやっぱ京介との出会いの時の第一印象の、あ、ちょっと京介のこと分かりそうだなっていうの第一歩でしたね。会はどうですか。僕は自分と真逆のキャラクターだなと思って。嘘つけ嘘つけ。これさ、ドラマ CD 撮ってる時いきなり靴脱ぎ始めてさ、あ、もう会がそこにいるって思った。ありがとうございます。やっぱりなんかその距離感だったりとか、なんかやっぱり元気だったり、その声が大きかったりとかっていう、なんかこう自分と共通する部分が多いなって感じてたので、すごい共感を持てましたね、会に。はい、楽しかったです。いや、もうなんかすごい楽しかったっていうか、幸せだったわ、なんか。すごい質問だな。3人のグループ名ですか。3人のグループ名。グループ名か。まあ、共通点探します？いや、いいですね。ああ、確かに。どうしようか。まあ、僕もね、その、こう、お仕事でアイドル役で歌って踊ること、まあ、あるんですけど、まあ、まあ、そうなんだろうな、歌って踊るか。あとはね、ここが年は同いで、あ、同い年なんですか。そう、まあ、一緒で、そうなんですね。じゃあ僕と4個離れてますね。4個だ、はい、
じゃあまあまあ、まあざっくり同年代は。なあ、確かに。じゃあさ、みんな30代だから、サーティースで行こうか。サーティースで。サーティース。サーティースで。はい。